こんにちは、MC のユリエルです。今日は見守り隊の隊長に会いに来ました、はい、見守り隊隊長の林さんです。こんにちは、林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず見守り隊って何なんですか？北斎音楽博ではサポートしてくださる全ての方を見守り隊と呼んでいます。見守り隊はどういうふうに関われるんですか？はい、見守り隊には大きく分けて5つの関わり方があります。子どもたちが演奏するギダユ、和楽器、スティールパン、ガムランの楽器準備などを手伝う練習サポート、本番の会場を彩る装飾物などを作る活動室、ギダユと和楽器に出演する子どもたちの着物の着付けと女の子の日本髪の髪結い、北斎音楽博当日の体験会ワークショップや会場設営をサポートする当日運営です。2月の本番に向けて子どもたちと一緒に北斎音楽博を盛り上げるメンバーを募集しています。ぜひ応募してください。皆さんのご参加お待ちしてます。スタート。